い、裏ルートナイト日本です。裏ルートナイト日本でーす。ただひたすら突っ込んでいきます。ただただ突っ込み入れていきます。はい、というわけでね、やってまいりましたけれども、はい、ラジオ第1回放送ということで、ね、1回目の放送ですね。今夜は4月19日ですか。そうですね、今日何日、今日は4月の23日、23日ですね。2人でお届けさせていただきます。にツッコミを入れていきます。マサとアツミとユウトです。昨日お店が暇で、あら、もう全然お客さん来なくて、はい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 、うん、あの某くし辛抱というお店のオーナーのユージさんという方がいらっしゃったんですけど、はい、ユージさんね、あの、はいって言っちゃった。普通にもうそこが1個目のツッコミところですよ。何も隠れてませんよ。1個目のツッコミところですよ、しおりんさん。ヤマト、男たちのヤマトみたいな映画の男たちのヤマト、あの主題歌を長渕剛さんが歌ってまして、はいはいはい、クローズヤアイズって曲だったかな、はい、うん、で僕なんかの映像で見たときに、彼はあの結構右寄りと言いますか、なんかアメリカ批判とかそういうのをよく歌でも、そうねで分かるんですね。そうねで通じてるところでびっくりしてます。しおりさんに関しては発売された時に、相槌は恐ろしくね、綺麗に相槌だけはもうしっかり打つから、もう知ってるか知らないか分からない。最近のやつらはアメリカにかぶれやがってと、うんうんうん、いつもこいつの横文字ばっかり使いやがって。そう、ここは振りですよ、しおりさん、振りですよ。この心忘れんじゃねえよお前ら、振りですよ、うん、それでは聞いてください、 Close your eyes って言ったんですよね、うん、今だよ、今だよ、今ですよ、言うとこ今ですよ。横文字使っとるがない。もうゆうたくんボケツッコミ全部やっちゃったよ。あははじゃない、あははじゃない、あははじゃない、あははじゃないんだから、あははじゃないんだから、もうしおりさん、あははは、目つぶっちゃったよ、そこじゃないんだよ、目つぶるって、ゆうたくんが目つぶったとこじゃないの。突っ込むところは目つぶったとこじゃない、手前のところにいっぱい落ちとる、いっぱい落ちとる。ゆうじさんが昨日起きたんだねーのとこじゃない、笑っとるとこじゃない、アメリカかぶれ。そこだけ、そこだけピックアップするともう関係ない話になっちゃうから。どうですか、しおりは最近は。来た、それは気になる、確かに面白い話気になる。最近、あ、ダイエットをね、ほら、本格的に始めようかなと思って、うん、始めてない。始めようと思ってるだけね。始めようと思ってるだけのやつだからね、実行はまだしてない。思い越しが上がらなくて、まだ上がってない。くし辛抱で、食べとるよ、そこで。くし辛抱ね、食べとる、もうくしも言ってる時点で、痩せる気はない。太った太ったっていう話をして、ああ、言われたんだね、言われたんだね。なるほどね。で、うん、もうちょっと痩せようっていう話で、はいはい、その流れで、はい、7月、今まあ4月の半ば超えた頃だった時なんですけど、うん、7月の半ばまでに、うん、はいはい、今の体重から、うん、減量大きく落ちた方が、まあ、勝ちと。明確な目標がない。明確な目標がないよ、ないよ。すごい、何キロとかじゃないよね。ないんだね、うんうん、いいね、そこら辺はね、うん、いいね、まあまあまあ、ピースな感じだね、うん、ピースな感じだ ね、うん、そう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 。今年の夏は何したいですか。今年の夏はね、ダイエットって言ってきゃいいのに。とりあえずちょっとそっからの話、痩せてるはずなんで、あ、前提がね、痩せてる前提、ね、痩せたらどっかにないよね、そこの目標もね。何にもない。それ以降がゼロ。ダイエットの明確な目標もなければ、夏の目標もないと。ない。雪合戦とかしたいですね。雪じゃないから夏だからね。やっとちゃんと聞こえましたね。自分で疑問投げかけちゃってるから。海外の概念が広い。海外の概念、正解は多分オーストラリアですよ。正解はオーストラリアですよ。びっくりした、突っ込めた。こっちにびっくりだわ。この辺でお開きとさせていただきます。皆さん、今夜は木曜日ですけれども、金曜日挟めば土日。もうね、こっちはまだ月曜日だからね。月曜日だからね。こっちは月曜日ですから。月曜日ですから。車を運転する方は、ご安全に素敵なドライブを楽しんでください。ね、今週お酒飲む方は。
カミングスーン。肝臓を痛めない程度に。始まっちゃったよ。始まったんじゃなくてエンディングだよ。